し、ハッピーニューイヤーということで、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、アリサのナス TV ですね、昨年見ていただいた方どうもありがとうございました。まあ、トイックの他にですね、昨年は HSK っていうのを取ることができました。今日はですね、ちょっと年始は、福袋のね、紹介をさせていただいておりますので、今回、ビレッジヴァンガードのね、福袋を今回の動画では紹介していこうと思います。まあ、普段はそういう勉強法とかのチャンネルやってまして、まあ、今年は、まあ、トイックのみならず、もうちょっとこう枠を広げて、この本をどういう風に活かしていくかとか、勉強にどういう風に集中力を上げていくかとか、習慣化するかとか、この本の使い方とか、まとめとか、アウトプットとか、そういったところをね、結構メインでやっていけるようになれたらいいなと思っております。また3万人ちょっと目指していて、3万人いったらちょっと新しい企画を考えておりますので、よかったらチャンネル登録して応援よろしくお願いします。一緒に勉強頑張っていきましょう。ということで今日はですね、この3000円のね、ビレッジヴァンガードの紫、パープルを買ってきました。で、開封した様子はライブ配信で速攻で動画というか配信に出しました。多分日本一早い。アリサナス TV では男性向けの、福袋、まあ男性というか男性も使えそうなやつを動画にしていこうと思います。まず、ビレッジヴァンガードなんですけど、去年、おととしから買って、3000円と5000円と1万円の福袋がビレバーあるんですよ。私が今回買ったのはこれ紫の3000円のやつです。で、他にも赤とか青とか黄色とかなんかいろいろあるんですけど、紫は癒し系なんですね。癒しグッズが入ってると、まあなんか一番使えそうだなと思って紫にしました。ちょっと早速中身をご紹介していこうと思います。びっくりしたのがじゃじゃん、これです。なんかビレバンらしいなという、でもね可愛いんですよ。なんかこれ枕、クッションなんだけど、枕とかにもなりそうだし、ロブスターですね。はい、英語チャンネルだけあって、ロブスターですよ、皆さん。言えますか ?L と R。ロブスターっていう感じで、ここになんかちょっと宝石みたいな感じの、こうキラキラがね、ついてる。で、これがね、まあ、いくらかって書いてないんだよ、しかもね、なんかね。でも、これ枕、クッションになるし、まあいいんじゃないかなと思います。そしてですね、バナナ。の保冷と保温バッグがついておりました。これランチバッグみたいな感じなんですね。そして英語チャンネルなんでね、英語チャンネルとか勉強チャンネルなんで、これちょっとせっかくだからみんな訳せれます。ここなんか英語が書いてあって、 Become a Crescent Moon って書いてありますね。Crescent とかよく音楽とかでもよく使いますけど、三日月のことです。 Crescent Moon、 三日月になりますって感じですかね。 Become、 Became だったらね、なりましただけど、三日月になれみたいな感じですね。ちょっとよくわからない英語ですが、中開けると、はい、チャックがついてて、こんな感じでね、これとか保温ができるバッグになっております。なぜバナナって感じはするけど、バナナでも入れようかな。意外と使えそうは使えそう。まあ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 、ビレバにしてみてはいいんじゃないでしょうか。こちらですね。そしてなぜかまたバナナなんですけれども。なんでそんなバナナが出てくるんだろうっていう感じ。バナナですね。出てくるんだろうって感じですが、はい、また Become a Crescent Moon って書いてあります。はい、こちらですね。またこんな感じで。これはペットボトルホルダーみたいなね、保冷法を使える感じになってます。ここでこういう風に持てるし、まあ使い勝手はいいんじゃないかな。可愛いしね。なんかバナナジュースが入ってるのかなって感じがするけど。なんと、さすが癒し系っていうだけあって、これ、猫ちゃんのポーチが入ってました。こんな感じです。なんかここの素材がちょっとふわふわな感じが癒しポイントなのかなと。なんかこれ男性でも普通にね、使えそうは使えそう。猫のチャーミー、チツキポーチということで、意外とね、これマチがあって、こんだけ開くんですよ。しかも中がチェックだから、これなんか男性とか使っても全然違和感ないかな。なんか男の人とかタバコとか入れそうですけど。まあ、ありっちゃありかな。チャーミー、猫のチャーミーですね。かわいい。まあやっぱさすが癒し系というか、まあ、動物が入ってる。よー、スリッパが入ってました。これです。ジョイフルスリッパ M。これなんか普通にブルーのね、スリッパですね。使おうかな。どういう風に使おうかな。どこで使おうかな。お客さん用とかにしようかな。なんか前フランフランでかわいいスリッパとかついてたけど、なんかこれは本当に男性でも全然大丈夫だよっていうような感じのスリッパですね。私のスリッパは可愛いレディのスリッパを、はい、100均とかクオリティじゃないですね、全然。なんかでもトイレのスリッパって感じがするな、イメージ。どうでしょうか。
そして私がね一番びっくりしたのがこれです。私じゃんなんとミッキーつむつむ、あ、逃げた、あーモンスターが来た、リトルモンスターが来た。アイビーちゃんは自分のチャンネルあるから、後でミニピンアイビーでこの子に紹介してもらいます。で、これ私入って、こうやって入った時、あ、ミッキー入ってると思って。でもビレ版だからもしかしたら顔が中国にあるようなミッキー、なんかちょっと変な感じのミッキーなのかなと思ったけど、ちゃんとね、かわいいつむつむのミッキー、めっちゃかわいい。これ抱き枕でこうやって寝たいですね。うん、今日から寂しくないね。ミッキーこれは大当たり、結構重みもありますね。柔らかいし、かわいいミッキー。しかもね、鼻保護してあったんですよ柔らかいですけどね、かわいいよ。はい、アイビーが大喜びですね。でね、まだそれだけじゃないの。この子もかわいい。ほら、羊。めっちゃかわいいですね。これもね、なんかすごいふわふわしてて、フラッフィーアニマルズ。フラッフィーってこう、ふわふわしてるっていうような感じなんですけど、横でね、ちょこっとこう、ところどころ英語入ってくるっていうね。うん、これもかわいいね。なんか柔らかいし、手触りがすごくふわふわで、アイビーはたまったもんじゃないね。後で紹介してね、君ね。はい。ということで、私的にこの2つは本当に大当たりかなと思います。男性陣からするとどうなんだろうね。癒し系、ぬいぐるみとかも別にって感じかもしれないけど。かわいい。お花とかなんか、めっちゃかわいくないですか。まあ、保冷とかも使えるし、どちらかというと、なんか癒し系は女性なのかもしれないですね。すいません。まあ、他にもいろんなビレバンの袋はあるので、まあ自分に合ったやつ、本当に。で、店員さんこう触らせてくれて、どれか選ばせてくれたんだけど、加湿器とかが入ってるかもよって言われたけど、加湿器入ってないじゃんって感じなんですが、まあ結構柔らかい感じのが結構癒し系は入ってたので、まあクッションとか、ぬいぐるみ系がね、入ってるんじゃないかなと思う。ということで、まあ、これで3000だったら私は全然当たりかなと思います。結構ビレ版ね、物によっては外れとかうつ袋みたいな言われたりとかありますけれども、まあ、私のこの癒し系はね、アイビーちゃんが何よりも喜んでくれたということでね、エセコ、またちびありチャンネルの方でもね、福袋紹介しておりますので、全部ねチャンネル登録して応援フォローよろしくお願いします。じゃあ See you!